僕バキバキ童貞ですね。どうもバキバキの童貞。オープニングとエンディングをちゃんと考えよう。はい。バキドチャンネルがですね、はい、70万人ですか。70万人がまあ目標というか、なんとなく実は、まあ目標取るじゃないけど、70万人ぐらいいくかな、と思ってたらば、もう行く、もしくはもう行った後かもしれない。行きそうかもしれない。そうね、これ行きそうかもしれない。ごめんね。不要意なことあるんじゃないか。まあ、オープニング、エンディングやっぱね、その、は変えずにやっぱやってきましたけれども。まあそうね、しばらくね。大便宣言。ドラマも出ましてですね。はい、出ました。で、地上波の番宣ゼロ。やっぱこのバキバキ童貞ってのが足を引っ張っているんじゃないかっていう。もちろんバキバキ童貞には恩義しかありません。関西の人も。ありませんけれども、やはりちょっとオープニングで、あんなにバキバキ童貞って言わなくてもいいんだよ。そうね、連呼してるからね。で、やっぱ急に開いちゃってあれが出てるとか、あるらしいんですよ。なるほど。だからもう他の人の前で開けないよなんていうね。そうかそうか。ありますんで。まあ、とても僕はね、好きなオープニングではあるんですけれども、まあちょっと、変えてもいいんじゃないか。またオープニングなんて変わるんだからさ。ああ、そうね。番組のオープニングってね、変わるアニメは変わるわけですから。アニメですから。アニメだ。なんかありますかね、オープニング。また確かに、ね、ちょっとなんか特殊なアニメーションっていうのかだったじゃない、元が。ね、顔がいっぱい出てくる。みたいなことをまたやるのかな。じゃなく。だから、グンピーの口の中にブーンって、車みたいなの入ってて。ってなって、こう揺れてる子供たちがいて、バキドちゃんが出てくる。ひもいねー。でも面白いな。確かにこのバキバキドテです、バキバキドテですって今のやつは僕なんですよ。ああ、そっかそっか。最も嫌なオープニングにしたい。と思っていて。バキバキドテですっていう、まあ、あいつが出てきちゃったよっていうのを印象付けたかったんですよね。ガイドのテレビのあいつが出てきちゃったよ。っていう。そうね。だからこそ本当にシーンをそのまま。そうそうそう。使わせてもらってるんですけど。まあもうそれはもう伝わったかっていう気もするんですよ。ね、インタビューの人だって。人は伝わったかな。まあいつまでも林修先生が今でしょって言ってないわけで。ね。なのでまあそういうタイミングなんじゃないかと思ってるんですよ。お願い、もし誰かできるなら、ちょっと可愛いアニメーションとかね、本当に。今は、言ったら素材のものを作ったじゃないですか。じゃなくて、本当にアニメみたいな。アニメにして、もう二次元の。クレイアニメでしたね。粘土の？なんか、クレヨンしんちゃんのオープニング？そう。そうだね、クレヨンしんちゃんそうだ、映画。めっちゃいいな。そう、グーピーさんの粘土人形がバーっと大きくなって、パーンって入って確かに。まあ、クレイアニメでめっちゃグロいのとかいいかもしれないですね。僕が飛び散ってその肉片たちが、バキドーチャンネルってなるんですか？それもまた、あ、間違って開っちゃったってなっちゃう。なるかもしれない。クレイアニメ面白いですね。確かに。そうね、大変だけどね、クレイアニメってね、多分。クレイアニメやるか、じゃあ。あ、自分たちで？僕らでもやれるし、まあ募集してもいいし。普通にね、募集でもいいけど。確かにコロナの時に、一番やばい時に何か一個特技を作ろうとして、クレアニメやろうと思ったんですよね。ああとかたっぷり時間があるから。そうそうそう。粘土一個で足りないかって、粘土を5キロぐらい買って。まんまあるよ、まだ。5キロ !5 キロぐらい買って。すごいな、5キロの粘土。すごいよな。確かに。それあればまあできるだろうね。材料的には。確かにそれを使えばいいしな。YouTube で話しないけど、僕がまあ、本を出しませんかって言われて。自伝を出しませんかって言われて。ね、出版社からね。で、私はこういう本を出したことがありまして。で、結構すごい本だ。わ、すごいなと思って。で、グンピーさんのご家族の話を書いてほしいんです。ご家族の話がとっても素晴らしいから。ね、で、私 YouTube で見てますけど、絶対本になりますし、大ファンなんで、もう絶対書いてほしい。私もう熱量があるので、タイトルも考えてきました。グンピーさんの家族の話なんですけど、タイトルが、揃いも揃ってみんなダメ。というのはどうでしょう。おい絶対言うな、そんなこと。僕の家族の。俺、そう、どこでも受けるからさ。この間、母ちゃんにしたんだけど。
当事者だからして。ちょっと泣いた。マジで泣いちゃうよ、母ちゃんは。それも揃ってみながら。ああ、ちょっと涙出てくるね。あんな陽気な母ちゃんが。それも揃ってみんなダメって言うのとかで、それも揃ってみんなダメってこう、ネオンでこうやって。それも揃ってみんなダメ。それも揃って。バイマギ童貞。バイマギ童貞。ダーン。ダーン、マギノです。うん。まああるかもしれない。もしくはなんか、まあ、ベタだけど走る。ね、そのデジモンのオープニングとか。はい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 。オープニングといえばね。仲間引き、その、ね、フリー素材の仲間。ちごぼよおじさんとかみんなでこう、一生懸命見ちゃってんの。ああ、いいですね。みんなで。確かに確かに。考えるだけで面白いですね。まあ、やるかどうかわかんない。募集しますか、じゃあ一応。ああ。アーティストがいる気がするな、ちょっとやっぱ。ああ、そうだね。確かに映像アーティストみたいな。アーティストがいるかもしれない。うん。まあ、本当に素人集団ですから、バキトチャンネルってのは。それがやっぱ誇りでもありますけど。農民集団。農民の芸術ですから、これが。はい。やってきたつもりですけれども、やっぱそろそろ確かに、こういうとこ力借りてもいいのかもしれない。ああ、うん、プロの。うん。もし、まあそんないいのが思いつかなかったら、別にこのままでいいと思ってる。うん、ああ、うん。別にバキバキ童貞なんだろ、俺はさ。うん。どうなっていいよ、テレビなんて、ほんとは。うん。もう。なんか、ちょっと皆さんの力お借りしてみますか。うん。ね。70万人いらっしゃるわけですから。確かに、そうだそうだ。これすごいことですから。うんうんうん。なんか多分出ると思います、募集の。こう。そうね、募集要項みたいな。出ますし、多分ね、概要欄に書いてると思います。そうですね。お願いします。ちょっと、バキドチャンネルを。うん。彩らせてほしい。うん。よろしくお願いします。さあ俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな童貞、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。